続いての商品がマントビスマスウェットスタジアムジャケットということで、これも僕からしたら、まあ、僕らからしたら結構懐かしいですよね。懐かしいし、なんかそのアメカジやりたいっていう浜中さんの話の次に僕らもスウェットでスタジアム作って、いやーそういう記録が懐かしいなと思って思ったんだけど、これもやっぱり今ありはありだと思うんですよね。非常に非常にね、僕らは懐かしいです。オリジナル感が確かに大事で、まあスウェットで要はスタジアムを作ったわけなんですけれども、リブとかもオリジナルの網になってて、で今回のポイントはもうふんだんに今季のワッペンをいっぱいつけてます。めちゃくちゃ1、2、3、4、5、7で、ここには刺繍がありましょう。スウェットの背中にあったアメソースですね。これが刺繍。そうです。で色は白に黒、黒に白という配色の2色になって、でこれのポイントとしてはですね、今回このワッペンを全部つけない状態でセットで販売します。なのでこの状態で付属品、そうなんです、付属品として一緒にこのワッペンがつけます。なのでお客様自分でつけられるものをつけてもらう、これはじゃあ参考としてこう付け付けというのがスタンダードかみたいな説明用に、ブランド側から、ブランド側からこんな感じと、うん、いいですね。これがここにバズるし、これがあそこにソーセージがいいし、これがあのこれこう縦になるし、このものをバッテンカスタムに楽しんでこれワッペンを別で販売します。ワッペンだけで販売します、セット。はい、なんで例えばこう自分の持ってる服でもいいし、他に買った服でこうワッペンをつけたかったらそれつけてもいいし、っていうワッペンなら打ち込んでも足しちゃっても、足しちゃいいわけです。もっともっとごっちゃごちゃにしちゃってもそれはそれで面白いと思います。なんで着用入ってる、まあ、竹内君今インナーに肉厚のパーカー着てるんですけど、それでも全然切れてるんで、これもゆとり的が割とあるかなり、ドロップショルダーインナーでもあると思われたり、ちょうど今着てるパーカーがこっちのパーカーと同じロゴがあるので、本気のグリーンセンサーを実施するとあって、ついてついてるエレクトこれもなんか90年代って感じするんですけど、いいですね。はい、はい。